はい、今日の動画はですね、先日の、動画でもね、ちょっと話しました通り、多肉フェスでのね、仮結果ということで、ちょっと紹介をね、させていただきたいと思います。あれだけのね、お客さんがおって、その中でね、ちょっとね、からしてもらえてるっていうのがね、ちょっとこう、心苦しいところであるんですけどね、今のね、夏の季節に、買った後どんな感じでね、植えますかとかいうことの質問とかちょっといろいろあったもんですからね、ちょっとそれ用に、3つばかしね、ちょっとサイズをこう変えて、枯らしていただきました。すいません、そういうことでね、ちょっとなかなかね、思った通りに枯れなかったという方がね、いると思う中申し訳ないんですけどね、ちょっと今日はね話をさせていただきたいと思います。まずはね、大中小買ったんですよ。大きいのがね、これ、ダルピナ。ちょっとね、どんな風になるかよく自分分かってないんですけどね、ちょっとこの丸いこう葉の形とね、ちょっとこういい感じのね、こう肉厚感というか、これがいいかなと思ってこれを買いました。これが大きいやつで、中ぐらいの、サイズということでいけばこれですね、カバディだって。これもね、ちょっとどういう風になるかわかんないんですよ。だけど、まあ一応ね、こういう感じで、中サイズぐらいかな。これをこう、枯らしてもらいました。で、最後にこう、ちっこいやつでね、これがね、コロキってやつ。サイズ小さいんですけど、これよくね、リエルさん動画とかで、よくあの、コロキってこう、なんか、名称がこう、頭に残るっていうかね、そんな感じだったんで、今まで持ってなかったからですね、まあサイズ感もこうちょっとバランスもいいけ、これどうかなということで選んでみました。でね、これがまあどういう感じになってるかっていうのをちょっとね、見ていこうかなというふうに思います。こちらね、よいしょ。おっと、まずは大きいやつからね、ダルピナか、ダルピナ、これを巻き巻きをね、外していきましょう。お、こういう感じやな。すでにね、こういうね、白い根っこは出てます。で、寄せ植え教室の時もね、ちょっと自分話したんですけどね、根を取る時ね、特に初心者さんとかこう、優しくこうやりすぎるんですね。こういうこう、生きてる根っていうのは、その無理に引っ張ったりする必要はないんですけどね。黒くなったり、こう、触ってすぐね、ボロボロって取れるやつっていうのはね、もう生きてないというかね、そういった根になるんで、こういうね、綺麗な、こう、白い、こう、生まれたてっていうかね、そういったやつは当然取らなくてはいいんですけど、他のこう、黒っぽいやつっていうのはね、取って構いませんので、これちょっと、あまり参考にならないですけどね、こういう感じですね。まずね、ダルピナですな。で、まあ、他のちょっと見てみますかね。カバディやな。カバディ。これが、どんな感じかというと、これも、ちょっとね、解いていって、あ、こっちもやっぱあれやな、今あったかいからですね、結構根が出てますね。ちょっとこういう、もう古い葉はね、取りましょう。こういう感じでね。どうせ外葉からね、どんどんこう枯れていきますからですね。ああ、空がまた寝てすいません。自分の動画いつもあの空の寝息がね、入ってませんかね。いつも近くに行ってね、スー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 言うからですね。こういったやつがちょっと微妙かな。微妙に古いですかね。こう引っ張ったらもうすぐこう取れるんで。結構激しくね、こう取っちゃっていいですよ。今生きてるやつもね、取っちゃいましたけど、すぐ多分出ますんでね。だから結構力強くこうやってもいいです。はい。で、取ってあげた方がね、古いやつは残しててもこう意味がないからですね。はい。こういうやつですね。もう外葉はかなりね、シワシワになってますけど、まあ無理に取る必要はないのかなと。水を吸えばね、また膨らんできますからね。はい。これね。これが何やった？これが、カバディか。で、最後にこちらね、コロキ。こちらの方が、よいしょ。どんな感じですかね、こちらがね。お、落ちた。これこんな感じ。
もう白いのがやっぱ出てるんでね、生きてますね。これはもうこういうやつだけを取ればいいと思います。はい、でね、これをね、植え付けていくんですけど、ちょっと一回これを捨てて、こっちにね。はい、初心者さんはね、やっぱどうしても夏っていうのは群れとかが怖いからですね、鹿沼っていうのが一番こういい選択かなというふうに思います。はい、乾きやすいからですね、こう群れることが少ない。だけど自分の場合だとですね、もうどうしてもね、水やりがね、もうするのがもうめんどくさいんですね。他に数もありますからですね。ですので、今までの動画でも何回も言ってますけどね、こういうふうにね、赤玉とね、ボラと、カヌマ、カヌマは勝者ね、赤玉1にボラ1に、カヌマを少々で、それにすでにね、クンタンをね、ちょっぴりこう入れてます。うん、こういう感じでやってます。これの方がね、特に赤玉の方がね、水持ち結構しますんでね、自分みたいにこうめんどくさがりにはこうちょうどいいのかなという感じですね。鉢底石をまずね、自分の場合は軽石を使います。ボラ土の大きいやつでもね、構わないと思います。で、こういう風にね、入れて、オルトラをちょっとこう巻いといてね、まあ表に巻けばいいと思うんですよ。けど自分とかこうオルトラの継ぎ足しあたりをね、あんまりこうしないもんですからね。ですので、もうなんかこうちょっと多めに入れてます。で、あんまりね、自分でこうオルトラの薬害地あるのかなっていうのはこう実感したことはないですね。あるのかもしれませんけどね、自分としてはそう実感はないです。で、こういう感じでね、結構多めに土は入れていいと思うんですよ。どうせまたこう少し沈んでくるからですね。で、あんまり深入れしすぎると、ちょっと水を与えた時にですね、こうちょっとこう中でこう蒸れてしまうからですね、ちょっとこういうふうに多めの方が安心かなっていう気がします。それにこれをこう入れるんです。あ、で、今回ですね、肥料とか、まあ自分の場合こう気まぐれで入れたり入れなかったりなんですけど、入れずに置きます。というのはですね、もう今がこれ7月、今撮影しても7月26なんですけどね、うん、もうすぐ8月でしょう。して、まあ紅葉期がまあ10月ぐらいからかなとすればですね、もうすぐ3ヶ月ぐらいでね、紅葉期赤くなるね、時期が来るんで、まあその時に根が伸びて、肥料を吸うとですね、この赤さっていうのがね、紅葉を楽しめないんじゃないかなという思うし、で、まあ土も入れたてでね、こう新鮮っていうか、古くはないからですね。ですので、今のタイミングであれば、自分の場合今回は肥料とかは入れません。はい、ですので、これをこのままね、こういうふうにね、ちょっとこう強く押さえてもいいと思います。グリグリっとこう土にこう馴染むようにね、こんな感じで植えたいと思います。うわ、これね、A の30、算数なんですけども、これちょっと小さすぎたかもしれない。ちょっと小せえな。まあいいや、ちょっとこれでやってみましょうね。もうワンサイズね、大きくていいかもしれません。はい、そういうやつでした、ダルピナね。これをね、こういうふうに方向を見ながらね、こんな感じでいいかな。こうちょっとね、自分の、どこがこう正面がいいかなーってこう見てね、こう植えていくといいと思います。後ろにね、こういう札さしてね。はい、こんな感じですね。だから残りもね、こう考え方は一緒なんですよね。ですので、こういうふうにね、さっきも言いましたけど、軽い、自分の場合は軽いしね、軽石を入れて、これに、配合を入れてね。で、まあ途中でね、こう、まあ今のはしませんでしたけどね、これ気分気分なんですよ。あ、やった方がいいとかじゃないですよ。こういうふうにね、これはあれですね、ゼオライトね、ゼオライト、こうなんかな、土をこう浄化するとかね、そういった働きとか、まあ肥料持ちもこれ良くなるとか言うんですけどね、まあ今回肥料入れてませんけどね、はい、そういうやつをこう入れたりとかいう時もあります。これも気まぐれでやってるんで、やった方がいいとかいうことはあんまりね、自分ので言えないのかなと。で、これをこう入れていきますけどね。
まあ、もうちょっと入れましょうかね。土が少ないんで。あ、オルトラン入れます。オルトラン入れます。はい、こういうね、オルトラン入れて、表面にこう置いたままだとね、こう、オルトランで結構こう、水で固まってしまうんで、自分結構こういうふうにね、こう混ぜるんですよね。うん、バラバラになるようにね。まあ置いたままでもいいでしょう。巻けば OK やからですね。けどなんか塊になるのがこう自分の方が嫌なんでね、こういう風にします。で、これにまた同じね、グリグリっと。まあこのサイズ感がちょうどいいぐらいですかね。ちょっとこのスペースもあるからですね。はい。さっきのね、このダルピナはちょっとね、これはちょっと鉢に対して、苗に対して鉢が小さすぎたかなっていう気がします。これはまあなんか適度なね、気がしますね、カバディ。それと、最後のこうコロキはね、これ小さいんでね、この A の20を、最も小さいやつに、植えたいと思います。これね、オルトラ今度は忘れないように忘れないように入れて、でこうね、また手順は一緒ですね。はい、こういう感じで入れて、これに植え付け。で、もう根がね、こういうふうにね、3つともそれなりに出てたからですね、水やりはしていいと思うんですよ。うん。ただ気をつけなきゃいけないのがあれですかね。まあね、こう、フェス巻きとかしてたっていうこともあるけど、こう、急にね、いきなりこう、棚の南側とかね、に置いたりとか、こう、直射日光を当てたりっていうのはやっぱね、いきなり急なこう強い日差しを浴びるとね、葉焼けとかそういったことは危険なんで、自分の場合はね、今までも自分の動画見てくれてる方っていうのはもうお分かりかと思うんですけど、東側のね、風通しのいい、棚、そこの2段目ぐらいにね、置いて、様子を見ます。で、4、5日経ったら、東側の棚の上段とかね、南側に持ったり、まあそれはもう、その時のね、こう、これといったことなくて、自分のこう感覚でね、やってます。ですので、こういう感じに植え付けてね、あとは、葉焼けとかしないように、ちょっとこう、太陽にね、少しずつ、今もう真夏ですからね、少しずつ慣らしていく、そういったことがね、一番よろしいんじゃないかなというふうに思います。ね、なかなかね、夏はその蒸れの恐れとかがあるからですね、少しやっぱね、気をつけないと、どうかなというところはやっぱありますからね。はい。けどまあ、あんまり怖がらんでね、うん、やっていくのが一番ね、楽しいんじゃないかなと。あんまり怖がりすぎてね、趣味をこうストレスにするっていうのもね、それもちょっとどうかなというふうに思いますんでね、うん、勇気を持ってというかね、うん、いろいろこうチャレンジしてみる、まあそういったこともね、思いながらね、育成されるとよろしいんじゃないかなというふうに、感じてます。はい、ということでね、今日はフェスティバルの、仮結果、本当ね、あんまり皆さん変えてない方もいるから、ちょっとね、冒頭にも言いましたけど、ちょっとこうね、心苦しいとこあるんですけど、ご勘弁ください。で、その仮結果と、自分の場合こういう感じで植え付けるといった内容のね、今日は動画でした。はい、今日はね、そういったところで終わりたいと思います。この動画がね、育成のね、参考とかいうことに、もしなるんであればね、すごく嬉しいです。はい、チャンネル登録とかですね、高評価もね、していただけると、またそれはそれでね、投稿の励みになりますので、よろしくお願いしたいと思います。それではまたね、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。